解析機関、解析機関、解析機関、アナリティカルエンジンは、イギリス人数学者、チャールズ・バベッジが設計した蒸気機関で動くはずだった、機械式汎用コンピュータであり、コンピュータの歴史上、重要なステップを刻んだ。バベッジが解析機関について、初めて記述したのは1837年であるが、1871年の死去直前まで設計を続けた。 資金や政治、法律などの問題があり、この機械は実際には制作されなかった。論理的に解析機関に匹敵する機能を持つ汎用コンピュータは1940年代にやっと現実のものとなったのである。この機械はしばしば当時の工作制度のため制作できなかったとされる。これはバベッジが機関のための制度が足りないとしていたためもある。しかし、 息子のヘンリー・バベッジや現代のサイエンスミュージアムによる部分的構築によって必要なだけの工作制度はあったことが確認されている。特に現代の再現では当時の工作機械についての交渉の上で行われている。そのため資金と政府の支援があれば工作機械の制度に関しては当時でも制作できたのではないかとされる。ただし必要な制度がどれだけであるか といった工学的な考え方は、当時まだなかったことも考慮する必要がある。チャールズ・バベッジが最初に開発しようとした機械式計算機は、開社機関、リファレンスエンジンであったが、これは多項式による近似計算によって、対数や三角関数の数表を作ることに特化し、計算機であった。このプロジェクトは、バベッジの性格的な問題や、政治的な理由で失敗したが、 彼はさらに汎用性のある設計が可能であると思いついた。バベッジはそれを解析機関、アナリティカル、エンジンと呼び、設計を開始した。解析機関は制御情報に従って、オルゴールのようにピンを配置してあって、回転、停止、逆回転するドラム群が中心となっている。そして、多くの歯車や力の伝達機構、位置や回転角などで情報を記憶。 表示する仕組みなどから構成される複雑で大きな機械である。蒸気機関を動力として完成すれば長さ30メートル、幅10メートルという今の電車1.5両分もの巨大さとなっていたはずである。いわば蒸気機関車、SL ならぬ蒸気機関計算機である。プログラムとデータの入力は当時すでにジャカード食器のような機械式食器で使われていた。 パンチカードで供給される予定だった。出力としては、印刷原版作成器、曲線プロッター及びベルを準備していた。演算方式は重心数の固定小数点演算である。1000個の50桁の数値を格納できる。演算装置、ミル、ミルは、指則演算が可能で、さらに比較と、オプションで平方根の演算が可能であった。当初、それは、開社期間を、 円管状に配置したらどうなるかという考察から生まれ、その一方に数値格納装置を配置するようになった。さらに後に格子状の配置となった。現代のコンピュータの CPU のように命令を持ち、見る内部の手続きは、バレル、バロルズと呼ばれる回転するドラムにペグ、釘を刺すことで格納され、それによって複雑な命令を実現している。 現代のコンピュータの同等の仕組みについては、マイクロプログラム方式を参照。プログラミングは、機械語であるが、現在のアセンブリ言語の原型のような記述法が、考案されている。繰り返しと条件分岐が可能であった。チューリング完全を達成していたのではないかと考える、ものもいる。パンチカードには演算用、定数用、ロード、ストア用の3種類がある。ロード、 ストア用は演算装置と格納領域の間で数値のやり取りの指示をするパンチカードである。これら3種類のパンチカードについて独立した3つの読み取り装置が対応している。1842年、イタリア人数学者、ルイジメナブレアはバベッジがイタリアを訪れた際にバベッジと会い、フランス語で解析機関に関する記録を残し出版した。1843年、 ラブレス伯爵夫人、エーダ・キングはこれを翻訳し、本文以上の役中を記述している。彼女は、その10年ほど前から、解析機関に興味を持っていた。その役中の解釈によっては、彼女を、世界初のプログラマとする者も,もおり、ベルヌーイ数を計算する方法、プログラムが示されているという。プログラミング言語エーダは彼女にちなんで名付けられている。バベッジは、 設計を改良し続け、完了させていなかったため、まず、クラウドソーシングによって、ベースとなる設計を確定させるプロジェクトを開始した。675バイト相当のメモリを持ち、7Hz のクロック周波数相当で動作する予定であった。バベッジは、晩年になって、解析期間の単純化したバージョンの製作を思い立ち、1871年に、亡くなる直前に、 その一部を組み立てた。しかし、1878年、英国科学振興協会の委員会に、解析機関の開発は、政府の財政を圧迫するという理由で製造しない、ことを進言されるという浮き目を見た。解析機関の完全開発は、資金枯渇そして技師とのトラブルにより、実現できなかったのである。しかしそれらの問題がなくても、解析機関についてと同様、 後世に発達した複雑な機械の製作を管理する工学的手法がまだなかったことは見落とせない。1910年、バベッジの末の息子ヘンリー・バベッジは、ミル・演算装置の一部とプリンター一式を製作した。そして、これを使って演習率の倍数の計算を行った。ただし、結果は間違っていた。これは、父親の発明した。 解析機関のごく一部を使ったもので、プログラマブルでなく、記憶領域もなかった。ヘンリー・バベッジは、小規模な記憶装置を備えた完全な解析機関の製作も考えていた。25桁の数値を20個操作できるものを想定しており、完成すれば、それでも十分印象的なものとなっただろう。1888年、ヘンリー・バベッジは、 カード、プログラム枚数と時間の問題に過ぎない。数学者が解析期間で目的を果たすために枚数がいるなら使えば良いだけだと書いている。62。ヘンリー・バベッジの1910年制作の開催期間、第2号の演算装置が設計後153年の時を経て2002年に完成された。ロンドンのサイエンスミュージアムに展示されている。 もう一つ2008年3月に大富豪の資金で会社機関第2号と同一のものが完全に制作された。米国のコンピュータ歴史博物館で展示されている。その、さすがに、蒸気機関ではないが動く様子が同館サイトで見られる。2010年10月、イギリスのプログラマージョングラハムイッコールカミングが完全な解析機関を制作するために寄付を募る。 キャンペーンを開始した。そして2011年、グラハムイコールカミングらは解析機関を制作するプロジェクトプラン28を立ち上げた。グラハムイコールカミングはバベッジの没後150周年の2021年までに完成させることを目標とし、2013年の時点では解析機関制作プロジェクトは進行途中の状態であり、完成してはいない。 設計だけであったとしても、解析機関がコンピュータと呼べるかどうかは興味深い。開析機関も、解析機関も、日地方式ではないにしてもアナログ計算機ではなく、デジタル的な、連続的な物理量はなく、理算的に数値を表現する、計算機械である。開析機関は、命令に基づいて動くものではない点で、ある種の、専用演算装置であった。 デジタルとアナログという違いはあるが、アナログ計算機の一種の微分解析機に少し似ていると言えるかもしれない。訳語の関係で日本語ではそんなに雰囲気がないが、英語ではそれぞれディファレンスエンジン、アナリティカルエンジンとデファレンシャルアナライザーである。解析機関は命令によってプログラマブルになった点は原始的なコンピュータと言える。しかし、解析機関はいくつかの点で、 現在のコンピュータの要件を書いている。大きく異なるのはメモリにアドレスがないことである。解析機関の記憶領域はいわばレジスタであり、レジスタを個別に指定することはできるが、整数値のリニアなアドレスで指定できる。メモリが勝ったため、第二次世界大戦後に実現されたいわゆるプログラム内蔵方式、ノイマン型のコンピュータにおけるプログラムカウンターに直接相当するものは存在しない。 ことになり、それらを前提としたプログラミング技法も不可能だったということになる。ただし、計算理論的にはメモリは指定できれば良いのであって、必ずしもリニアなアドレス付けでなければならないということはない。理論上重要である点に、プログラムを可変か否かという点がある。この能力については否定的な意見もあるが、バベッジの残している記述をもとに備わっていたとする。 論者もいる。例えば、ダグラス・ホフスタッターは、ゲーデル、エッシャー、バッハ P42 解析機関についてバベッジとラブレスが自分自身のプログラムを書き換えることが可能であると考えていたとている。さらに、数を計算する計算機としての機能だけでなく、数以外の対象も扱う情報処理機械であると認識していたとしている。上記のように解析機関は、 デジタル方式でプログラム可能でチューリング完全であるがもちろん今の感覚からすれば非常に低速であった。エーダ・ラブレスはバベッジ氏は彼の期間を使えば20桁の数同士の乗算を3分以内に計算できると信じていると記している。同じ計算をハーバードマーク I なら6秒でできる。 現代の PC なら187ナノ秒でできる、インテルコアニデオ T7802.6GHz、Java 言語任意精度、ビッグデスサムル型による9罰に同じものを乗算。とはいえ、ムーアの法則に従って成長しているコンピュータの性能の曲線を過去に向かって伸ばしてみると、この節は主としてコンピュータ科学的視点から、 解析機関とその後の計算機械の関係について議論する。前日のコンピュータと言えるかという議論もその一つであろう。解析機関は構成にいくつか散発的に気がついたものもいたが、多くは忘れられていた。パーシルードゲートは1915年に解析機関について記述しており、独自の解析機関も詳細に設計している。ただし、制作はしなかった。 ルードゲートの期間は、バベッジのものよりも小さく、約230リットルの容積、20桁の数値の乗算を6秒でできると予測された。レオナルド・トーレス・ケベードとバネバー・ブッシュも同様に、バベッジの解析期間を知っていたが、彼ら3人の発明家は互いを知らなかった。バベッジの解析期間と密接に関連する、業績としては、ニューヨークのベル研究所で、 ジョージ・スティビッツが第二次世界大戦中に行った研究開発と第二次世界大戦中にハワード・英検がハーード大学で行った研究開発がある。彼らは電気機械式、リレート機械、歯車などを併用するコンピュータを開発しており、解析機関と似ている部分があった。英検のマシンは IBM の援助によって開発されたものでハーバード、マーク、 愛と呼ばれている。ハワード・エーケンは、チャールズ・バベッジを、心の死と仰いでいた。エーケンは1886年に、ヘンリー・バベッジが制作した、解析機関の一部を大学で1930年代に、発見し、そこから着想を得たという。彼は後に、バベッジの著作を手にする機会を得ており、それについて、次のように述べている。しかし、 その後の全電子式コンピュータへと開発を進めたのは、英検ではなく、そこからの影響を受けた、より冒険的な人々であった。分子なのテクノロジーでは、超小型の高性能コンピュータの構築手法として、解析機関のような機構による論理回路が提案されている。サイバーパンクの教祖と先導者、ウィリアム・ギブスンとブルース・スターリングは、 サイバーパンクから派生したスチームパンクを受けて、彼らのスチームパンクとして、歴史改変小説、リファレンスエンジンを共同執筆した。この小説では、ビクトリア朝時代の社会で、バベッジの解社機関と解析機関が実現し、さらにその技術が高度に発展した世界を描いている。内容は、解社機関に収まるものでないが、改変された歴史の差というイメージのため、 そちらをタイトルにとっている。この小説は、コンピューターの発達が史実よりも早かった世界で、歴史がいかに史実と違う方向に変化するかを描いた小説である。イギリスの作家チャイナミエビリのペルディード・ストリート・ステーションにも、バベッジの解析機関に似た装置が登場する。SM ・スターリングのにも巨大な蒸気駆動の解析機関が登場する。ニール・スティーブンスンの ダイヤモンドエイジでは分子ナノテクノロジーが偏在する世界を描いており、バベッジの解析機関に似た設計の分子サイズの機械が描かれている。他にもチャールズ・シェフィールドの我が心のジョージアがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。